皆さんこんにちは。吹雪の部屋へようこそ。ウルトラマンコスモス20周年記念勝手に特別企画吹雪の部屋番外編ということで、あるお方を今日は、お招きしましてお話をしていきたいと思うんですけれども、まあそのある方が来るということは、やはりこういうですね、お酒関連を用意しておかないといけないんじゃないかと思いまして、いろいろ用意しましたので、飲みながらね、いろんな話をしていければなと思ってるんですけども、まあ、あるお方、この方がいないとウルトラマンコスモスというものはなかったんじゃないかというぐらい、ちょっと、ね、重要な方なんですよ。はい、ということでね、今日はですね、お酒を飲みながら楽しくいければなと、とっと来ましたね。はい、ということで、ご無沙汰しております。ご無沙汰します。2時間ぶりですかね。はい、1時間半ぶりですかね。1時間半ぐらいですか、ね、今日の朝の稽古終わって別れてここに来る2時間ぶりぐらいでご無沙汰ですね。はい、まあ、飲みますか先生。そうですね、まずは、はい、今日いろいろちょっと実はいろいろ用意してまして。はい、ありがとうございます。はい、まずやっぱりね、シャンパンから行こうかと。どうですか？あ、いいですね。赤も白もありますよ。え、もうどっちでも。はい、どれでも。どれでも。はい。じゃあ、今日はこの、シャンパンから行きますから。あ、これね。ね、開けておけばよかったね。ええ、そんなことはないですよ。やっぱこっから開けとかない、いかないと。ないといけないね。それは、酒飲みとしては、やっぱりね。開いてたのか、ふわけ中を違うの詰め替えたのかって言われちゃいますから、ね、はい、はい、じゃあご無沙汰ということで。ご無沙汰ということで。いいね、ありがとうございます。はい、ああいい音だ。ね、あ、これも皆さんね、飲みな、見ながら飲んでいただきたいですね、皆さんもね。そうですね、はい、はい、あんまり冷えてないのかね。うん、ま、本日はすいません、ご招待ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞ言ってください。どうぞどうぞ言ってください。どうぞ言ってください。どうぞ何ですか。さすがにね、さすがに飲めませんから。それだとね、はい、あ、おいしい。 ありがとうございます。 あのこのね、吹雪の部屋っていうのは杉浦太陽君と、はい、今コスモス20周年記念ということで、ええ、サマーフェイスもあるんで、吹雪の部屋を新しくやろうっていうので始まったんですけど、まず立て師としてのウルトラマンコスモスというのはどうだったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いまして。はい、ちょっとまあ僕が AT をやってる頃は、ウルトラマン AT、 はい、あの頃は CD もなく、うん、CG ね、なくて、はい、まあ大変な、肉弾でやってた頃を比べると、今度のコスモスというウルトラマンは素晴らしい。やっぱりまあ、動き自体がまた違いますからね、うん、やはり柔らかこう軽いな動きをしていくという、もう運命の差ですね、 AT に比べたら。ウルトラマンコスモスの前に先生がいくつつけてますか？コスモス、エヴァで、いやいや、コスモスだけじゃなくてですよ、ウルトラマン自体のその撮影、映画をやってましたね。それは AT は時は、AT は80年ですから。僕5歳ですからね。見てましたよ。あ、見てたんだ。ウルトラマン AT ってやつ。そうです、はい。そうですよ。そこから15年して。関わっていて。あ、15年。相手。相手。はい。で、
ゼアスという。ゼアス、はい。というウルトラマンゼアス。そうです、そうです。あれが入ってきて、はい。キヨさんと一緒にやらないかってことで、キヨさんからそういうものが来て、はい、うん、また15年ぶりに、ああいう地獄を味わうかなっていう、なんか一瞬、もう本当正直な気持ち、地獄気持ちがあったんですよ。いや、こんな大変ですよ、もう特撮は。もうドロドロですからね。そうか。特撮っていうのの大変さもね、やっぱり僕ら本編としては、うんうん、そうですよね。あまり知らないから、それでもまあ見に何とか行かせてもらいましたけど、うん、空気全然違いますもんね。いや、もう違う。僕もだから本編に呼ばれていくでしょ、ほら、空手のシーンとか、いろいろまあ、立ち回りがあったりとかするときに、はい、もうなんて綺麗な現場だろうって、もう張り切っちゃいますよね。あー、いやー、本当にね、最高ですよ。その点、特撮はね。そうなんだなぁ。本当ですよ。もうご飯食べます。昼飯ですよって、セットから出てきたら、ブワーッと怒るんですからね、まず。怒り。そりゃそうだよ。うん、いやー、本当に大変ですよね。なんかその、まあ、ウルトラマンならではの重さみたいのを出す場面がそういう埃とかすごい使うじゃないですか、うん、そうですね、だから着地する時のドーンという重量感、そのためにそのブワッと埃を巻き上げるという、おー、うん、なんだっけな、コスモスの構えっていうのは歴代ウルトラマンの中でもない、そうですね、格好じゃないですか、うん、今まで。それを発案するってか考えたのは、まあ、そうですね、だから飯島監督が、まあ、あの中国にある水手というそういう技を使ってやったみたいな、はい、稽古やってる水手、そうです、だからふるっとこうやってる柔らかい動きなんですね、うん、はい、うん、銃の動きをするんですよ、剛に対する、ちょっと太極拳みたいな、そうですね、太極拳に似てます、だからほんと呼吸、呼吸なんですね、やっぱり息吹く気持ちっていうので、だそういうのでこう力をはーっていうもので出していくっていう、そのこの手の動きとかもこう柔らかい動きをしていく、戦うあれだ、だから構えもこうふわっという、はい、もう手刀で構えて両方対称で構えるっていうのがまずルナの構え、ルナモードの構えがね、が優しさですからね、優しさの、あ、それからコロナになると、うん、今度どっちかをグーにしてるんですよ、それ面白い、それ面白い、そうすることによってその強さがもうここに現れるわけです、はい、拳にどっちかにこうやってるんですね、うん、で構えてやってるんです、エクリプスになるとこれがグーなんですよ、両方、うわこれ面白いなっていうのがあるんですよね、気づいてる人いるかな、どうですかね、すごい、僕らもだからその上はもう行かないと思ったから、はい今度どうしようかみたいな感じで、レジェンド、レジェンドになったらどうする、どうしようかって形になって、もう本当に、へ、だんだん変化していくとは思わないじゃないですか、うん、最初台本なんかそういうのないから、うん、だんだんこうレベルアップしていくっていうのを聞いて、って感じ、形になって、それ面白いな、あ、もうね大変です、ポーズ一つにしてもね、うん、モードがやっぱり今までのウルトラマンはあまり変わらない、そうです、そうです、そのままそのまま、うんうん、平成になってからちょっと変わったりし始めるけど、ね、うんうん、コスモスのあの変形が多い、多いです、いくつなるんだ、スケルトンとかも入れちゃうと結構な量になっちゃうんですよね、1、2、3、4つか5つです、今5つで、あの例えば、あ、まあなんだっけ、レジェンドになると思う、あのジャスティスが入ってますからね、そう、ジャスティスとかね、また話が変わってきちゃう、あれはまあ置いといたとしても、その前まででも4つ、3つか4つか3つは確実にね、エクリプスがありますから、スケルトンが入るんだったら、まああまりそれ意識してやったことないんで、うん、まあ3つは確実にね、そういうバージョンアップされて初めてそういうの、いや、そのね、構えの細かいところまでのそこのこだわりはちょっと知らなかったですね、いや、そうなんですよ、もうこだわってるんですよ、だから登場からもこれでしょ、はい、こういうポーズからやっぱりこう構えにしてもふわっとこういう優しい構えになって、うん、してふって動きも全部銃なんですよ、そう、球体なんですよね、そうなんです、なんかこう円運動なんですよ、そうなんだよな、だからまあ今で言えばまあ合気道的なそういう動きの相手をスーッと
相手の力を倍にして返してあげたり、円運動に返したり、上下に返したりというのが、そういう合気道で使われる相手の力を利用した格闘なんですね。やっつけるんじゃなくてね。やっつけるんじゃないんですよ。あ、ダメージをね、そういうガンという打撃力っていうのは与えない。確かに合気道でもこう流されて流されて延々と流されてくるともうやる気なくなりますよね。もうすいません、参りましたってなるもんね。そうか。だから線の動きなんですよね。円にするのか上下にするのか、うん、そういう縦横、そういういろんなその動きに合わせて、まあ、怪獣の動きによってもそうですけどもね。怪獣の動きで、そうです。怪獣が得意技ってある。尻尾を得意にしてるやつが、はい、なんかフェイントかけたらひくるんと回って尻尾が飛んでくるっていうなんかね。かそうか、そう、ウルトラマンはまあまあそれであのまあ決まったとしたら、うん、そういった戦い方で怪獣毎回違いますからね。怪獣違うんですよ、もう技が違うんですよ、一人一人ね。人怪獣人怪獣。まあでもその怪獣のあの設定も含めてですけど、ウルトラマンの設定ってすごいじゃないですか、うん、細かくて細かいですね、そこが難しいですよね、うん、なんか僕らの方もあのやるのに対してなんだろうな、そういう飛行機の飛び方しませんとか、あみたいなね、うん、あるんだろうけど、一回飛行機の墜落見に行ったんですよ、その特撮の、はいはいはい、あれに乗ってるんだったら結構な勢いで俺らも演技で学校学校なんておかしいだろうみたいなね思いましたけどね。あれでヘリコプター乗りに行ったんですよ。ああ、なんか高いところからビューって落ちる、うわーみたいなのあるんです。まあパイロットはそんなことないのかもしれないですけど、どっ